皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。不思議な音に騙される錯覚の話ということで、この動画では音に関する錯覚の話をしていきたいと思います。右下にファイル01とあるように、この企画何種類か動画をご用意しております。この動画を見終わって面白かったよという方は、ぜひ他の動画も見に行ってください。それではファイル01、ずっと上がり続ける不思議な音、見ていきましょう。その前にちょこっとだけ音の話をしていきます。はい、音楽の授業で習った子もいるかなと思いますが、音には高さというのがあります。例えばというように、音はどんどん高くなっていきます。それではこの音の高さに注目して、次の音を聞いてみましょう。よーく聞いていてくださいね。いかがだったでしょうか。最初に音の高さに注目してよく聞いてねという話をしました。先ほどの音もだんだんと音が高くなっていく様子、分かったかなと思います。でもちょっと待ってください。先ほどの音、どこまで高くなっていくと思いますか。実は先ほどドレミファソラシドが4回繰り返されていました。その間ずっと音が高くなっていくように聞こえましたよね。ちょうどこんな感じです。この絵有名なので見たことあるよという方もいらっしゃるかなと思います。反時計回りに進んでいくと、ずっと階段を上り続けているように見える、そんな不思議な絵です。先ほどの音もこれと同じように、ドレミファソラシドというふうにずっと音が高くなっていくように聞こえていました。でも実はこの絵と同じように、先ほどの音も1回目のドと2回目のド、実は同じ音だったんです。え、本当に信じられないよと思うかもしれません。ではもう一回聞き比べてみましょう。では1回目のドから聞いていきましょう。1回目のドはこんな音でした。2回目のドはこんな音でした。さあ、いかがだったでしょうか。1回目のドと2回目のド、全く同じ音でしたよね。ではなんでずっと音が高くなっていくように聞こえていたのでしょうか。その原因を見ていきましょう。実は先ほど私たちがドと聞こえていた音は、高いド、普通のド、低いドが混ぜられていたんです。これらのドがある割合で混ぜられて、それが私たちの耳にドというふうに聞こえていたんです。これと同じようにレ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、そして最後にこのドと同じ
音のドを流していたんですね。そうするとこの画面で見えているようにずっと音が上がっていくように見えていますよね。僕たちの耳にもそんな風に聞こえていたんです。それでずっと音が高くなっていくように聞こえていたんですね。さあ、このファイル01、これでおしまいです。この動画面白かったよという方はぜひ他の企画の動画も見に行ってください。それではさようなら。